梅本竜はゲームミュージックの作曲家。神奈川県横浜市出身。血液型 A 型。1990年代から主にパソコンゲームでのサウンドトラックを数多く手掛け、商業音楽家としての地位を確立する。晩年はコンシューマーゲームのサウンドトラックを手掛けたり、オリジナルサウンドトラックのアレンジャーとして活動を行うなど、活動の幅を広げていた。 1992年から1993年までファミリーソフトに在籍、その後フリーとしてシーズウェアやエルフなどのプロジェクトに参加。2007年から2008年まで D4 エンタープライズに在籍、その後アートディンクの元社員らが設立したセンクリッチ社のサウンドセクション部門に所属し活動を続けていた。また2008年にはナオケ継シ センダロラと共にスピンアウトを結成。コルグ DS-10 を使ってのイベントに多数出演している。晩年は警部制作のゲームの音楽を中心に活動し、2010年末より同社所属で旧友の浅田誠が制作葬式したインスタントブレインの作曲に着手する。しかし2011年2月頃から疲労や持病のハウスダストアレルギーの発作により、 高熱を伴う重い気管支援を発症したことを皮切りに体調が徐々に悪化し始める。病状に耐えたり病院に通院しながら作曲を進めるものの、春には極度の体調不良に陥って仕事が思うようにできないことや、体調不良の原因がいくつの病院の検査でも特定できないことに悩まされていることを本人がツイッターで明かしていた。その後も体調不良は回復せず、 6月末に病院に緊急入院するも容体が急変し、同年8月16日23時に死去。37歳ボーツこのインスタントブレインの作曲が遺作となったが、ゲームの完成を見ることはかなわなかった。作曲家として携わった代表作にデザイアー、イブバーストエラー、この世の果てで恋を歌う少女、ユーの野々村病院の人々などがある。余談だが、 かつてゲーム制作で一緒にタッグを組んだ、菅野博之も、梅本の死から4ヶ月後の12月19日に、病気のために亡くなっている。活動初期から主に、ゲームミュージックを手掛けた。FM 音源を使いこなし、特に PC-9801 シリーズにおける、事実上の標準音源であったオピーン系の IM2203 や YM2608、 X68000 シリーズにおける標準音源であった OPM 系の YM2151 を得意としている。ゲームクリエイターの菅野博之とタンクを組んで制作されたデザイアー背徳の螺旋イブバーストエラー。この世の果てで恋を歌う少女、いうのは数度にわたってサウンドトラック CD が再発売されたりゲームが発売してから10年以上も経て 新たなアレンジを加えた CD がリリースされている。また、ゲーム音楽において実質的にチップチューンが主流であった1990年代の活動初期から数多くの音源を自由に組み合わせて用いることができるようになった現在に至るまで FM 音源に対する強いこだわりを見せている。例として2009年に リリースされたコントラスタというゲームでは FM 音源をベースに PCM 音源などのトラックを上乗せした楽曲制作を行っており2008年にエッグミュージックで発売されたデザイ i ハイ背徳の螺旋のサウンドトラックでは当時のオピン系 FM 音源をそのまま録音したものに加え FM 音源があと一歩進化していたとしたらどうなっていたかという過程に基づき 発音数やメモリ使用量の制限を考慮した上で OPM 系 FM 音源エミュレーターであるバップムなど複数の VST インストゥルメントを組み合わせて作られた YM-2609 なる仮想 FM 音源を制作し当時の延長線上で楽曲のリアレンジを行っている前日の仮想 FM 音源 YM-2609 は p c 九千八百一シリーズの最初期に事実上の標準音源として搭載された FM 音源三 c h s s g 三 c h という性能を持つ FM 音源 y m 二千二百三から FM 音源六 c h y m 二千二百三と同仕様の s s g 三 c h a d p c m 一 c h リズム音源と FM 音源のサウンド数を倍にして PCM チャンネルとリズム音源を追加した PC-9801 シリーズ中高期に搭載された FM 音源 YM2608 への進化を追うように作られており FM 音源 12CH SSG12CH PCM3CH リズム音源と FM 音源のチャンネル数を YM2608 と比べてさらに倍にして SSG は チャンネル数を増加させるだけではなく、デューティー比を可変にすることで、PC-9801 のシリーズを通じて、同じサウンドだった SSG 音源をサウンド面から進化させた形になっている。この仕様により当時のチップではなしとくなかったアナログシンセサイザーでの音声合成のようなテクニックも応用できるようになっており、SSG のデューティー比を回復数の音をユニゾンさせることで、 シンセストリングスのようなサウンドを出すことも可能になっている。この仮想音源はデザイアー背徳の螺旋のサウンドトラックのみならず他のプロジェクトでも使用していた。1999年頃曲の制作環境を Windows に移してからはアシッドと MML コンパイラのテキスト音楽桜を愛用していた。桜に関しては開発者のクジラ飛行机と共に 開発合宿を行ったりと大きく開発にコミットしていた。桜のサンプルにも曲を複数提供している。その他多数ありがとうございます。